え皆さん、こんにちは。コーヒークラフトのルシア TN です。えー、今日ですね、レザークラフトキャドのバージョン1.4.0をリリースしましたので、その内容を解説してみたいと思います、えーと。今回はですね、そんなに大きな改善というか、大きな機能は追加されてはいないんですけれども、いくつかですね、操作性の改善につながる、えー、重要な機能が加わってますので、えー、最後までご覧になっていただければなと思います。それではまず一つ目なんですけれども、えっ、ー、とですね、線、こういう線ですね、直線の 中間点とか、あとは4分の1点、4分の3点っていうのがスナップされるようになりました。これちょっとですね、グリッドがあると分かりにくいんで、グリッド、G キーを押してグリッドを消します。で、えっ、ー、と、今までのバージョンもですね、この開始点と終了点に関しては、こう、スナップの印が出てきてたんですけれども、このバージョンからはですね、この4分の1と4分の3、こうやってたどっていくと、ここですね、ここが4分の3のところ、で、真ん中、 真ん中もこうやってスナップされるようになりました。4分の1のところもスナップされます。ですので、まあ、例えばですね、あの線でこうやって、この線から中間のところまで線を引きたいっていったときに、今までだと、えっ、ー、と、まあ、センターライン、中央線の機能を使って、中央を割り出して、そこで線を引くってやらなきゃいけなかったのが、これからですね、まあ、一発でここ真ん中に線を引けるようになります。まあ、同じような感じで、えー、こんな感じですね、4分の3のところに線を引きたいっていうことであれば、 ちょっとね探さなきゃいけないんですけどこうですねはいスナップしますんでここで線を引けるというようなことになりますで2つ目もですねこれと同じやつなんですけれども、えー、円弧に関しても円弧はですね4分の1と4分の3ちょっとサポートまだしてないんですけれども中間点だけはサポートしました、まあ、ですので、えー、例えばこっちの円弧の、えー、開始点から、えー、中間点のところに線引きたいということであればこんな感じでねあの簡単に引けるようになったというような機能です えーとじゃあ続きまして、今度はです、ね、マウスホイールによるズームインとズームアウトの方向が逆転できるようになったと。Mac 使っている方、Windows 使っている方、まあ、どっちもあるかもしれないんですけれども、こうホイールを回転したときにあの、デフォルトではあのホイールを上に回転したときにズームインで、えー、と下に回転したときにズームアウトするはず、まあ、そういうふうに設計しているんですけれども、システムによっては逆に反応してしまう場合がありますと。 でそれでも別に構わないという方は今まで通りでよかったと思うんですけれども、えーと、やはりホイール合わせたいという方はですね、設定、ここに設定ありますので、設定からですね、えー、と一番下の方に追加されています。ここにあの新しいセクションを追加されました。ちょっと日本語に直しますね。はい。設定をもう一回クリックします、えー。ここでですね、ズームとスクロールっていうのを追加したんですけれども、まず一つ目が、マウスホイールズームの方向を逆にするというのができるようになりました。 でもう一個がですね、えっと、カーソルキーで座標全体を移動する。まあ、カーソルキーを押すとですねあの、座標全体を移動できるんですけれども、えっと、スクロールできるんですけれども、その方向もなんかこう体感的に逆っていう意見を前から聞いたことがあって、そういう方々のためにこのオプションを追加しました。えっと、デフォルトでは、えっと、多分マウスホイールの方向はこれがチェックついてなくって、 えっと、カーソルキーの方がデフォルトで、えー、オンにしてあります。中に、ね、こっちの方が意見が多かったんで。で、これだとどうなるかというと、えー、っと、今、右にカーソルキーを押したときに、えー、こんな感じかな。で、左がこんな感じということで、今までちょっと逆なので、今までの,あの方式がいい方はですね、えー、ここチェック外してもらえばいいんですけれども、えー、これからこちらをデフォルトにしました。で、マウスも同じですね。今、上に、 これさっきチェック外しちゃったんで、今ね、ホイール上に上げるとズームアウトして、下に下げるとズームインしちゃうんで、まあ、僕はあの他のアプリケーションとの一貫性という意味で、あの上にホイール回した時に、えー、ズームインする方がいいかなと思いまして、えーまあ、こんなオプションをつけてみました。はい。ですので、感覚的に逆だなと思う方は、ぜひ活用してみてください。 えと3番目がですね、えー、と今まで印刷、まあ、今までというか、この前のバージョン1.3.7からですかね、印刷したときに Mac だと線が太く印刷されていました。ちょっとバグがありましたので、そこを修正しています。このバージョンではですね、ちゃんと細い線というか、まあ、指定した通りの線の太さで印刷できるようになっています。それから次にですね、えー、とこれは特にマジックマウスとか、あの比較的感度の高いマウスを 柔らかいマウスパッドの上とかで使っていらっしゃる人に起きてた現象なんですけれども、えー、クリックしたときにですね、そのクリックを認識してくれないということが多々ありましたということで、えっ、ー、とそこら辺のですね操作感を改善しています。マウスをこうボタンを押し込んだときと離したときの位置がちょっとずれちゃうその可能性があるんですよね、柔らかいと。まあそのずれがあるがためにクリックと認めてくれない場合があったんですよ今まで。でそのでその辺の条件をちょっと緩くしています。 はいということであのー、なかなかこうベジエとか書く時もねあの書いてるのにあの認識してくれないなんていうことでお困りだった方いらっしゃると思うんですけれどもそちらの方が改善されていますあとですねそれとはちょっと別なんですけれどもあのー、例えば線をこうやってね移動しようとした時にこう移動されずにこ,このエッジをつかんでしまって、えーまあ、こんな風にエッジが動いてしまった っていう経験ある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、ここら辺の判定がですね、若干甘かった部分がありましたので、エッジは、こう、エッジつかんだときだけ移動するように変えています。ということでですね、マウス絡みで何点か、あの、機能改善というかですね、操作感の改善ですかね、が入ってますので、これまで以上に使いやすくなっていると思います。そして最後にですね、SVG エクスポートの機能で、若干オプションが追加されてまして、例えばですね、 こう色変えてたとして、えーと、ダブルクリックすると、ここダブルクリックすると非表示できるんですけれども、こう非表示されているものは、えー、SVG に含めるとか含めないとかいうのが選べるようになりましたし、あとですね、あの選択しているものだけ、例えばこう選択しているものだけを SVG で出力したいというのができるようになりました。えー、とファイルメニューからですね、えー、SVG 形式でエクスポートをしたときに、 ここですね、出力オプションにこれまでになかった2つが追加されてます。うわ、ここ被ってるな。<laughs> ごめんなさい、ここなんかちょっとね、被っちゃってますけどね。非表示になってる、えー、と図形は SVG に出力しないっていうオプションなんですけれども。えー、被っちゃいましたね、これね。あ、えと、ー、で、あとでというか、次のバージョンで直しておきます。はい。えー、とあと、選択肢の図形のみを SVG に出力するというようなものです。はい。まあ、あの、カッティングマシンとかですね、使ってる方は、 この辺の機能があると便利なシーンがあるかもしれませんので、えー、と覚えておいてください。あと最後にですね、えー、ともう一回設定でプリンターのキャリブレーションですねに関して、まあ、結構キャリブレーションに苦労しているっていう話をあの、まあ、ちょくちょく聞くんですけれども何で失敗するんだろうなってずっと考えてたんですけど失敗するわけがないと思ってたんですがもしかするとあのこれキャリブレーションするときっていっぺんここの えー、数値をです、ね、100, 100に戻してからなんか図形とか印刷してみて、えー、右下に印刷されるスケールですねあれの、えー、長さを実測してここに入力するっていうのがこの印刷キャリブレーションのやり方なんですけれどももしかするとここを別の数値に変えた状態で印刷してその実測値をさらに入力されていたのかなと思うんですよねですのでここにちょっと明記しました。あのキャリブレーションの数値は 横方向、縦方向ともにですね、100ミ、mm、リに一旦セットしてから印刷して、その時の、えー、と印刷したときのですね、スケールの実測値をここに書いてくださいと。これをやらないと、ず、え、れ、ー、た状態からまた補正してみたいな感じになっちゃうので、いっぺんリセットして、元の状態に戻して、えー、印刷して実測値を入力すると。 というふうにしてくださいという注意書きをですね追記しました、えー、印刷キャリブレーションが、ね、何度やっても成功しないという方はです、ね、あの一遍ここを100に戻してから印刷するというのを、えー、もう一回やってみていただけますでしょうかはいというわけでですね今回の動画は以上となりますぜひ最新版のこの1.4.0をダウンロードして使ってみてください、まあ、何かあったらで、ねえー、TwitterX ででもですねこの YouTube でもどちらでも構いませんのでコメントいただければ大変ありがたいです。はいそれでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。